イデガールの頭部及び頭部、イデガールが発見された場所を示す看板。復元写真も掲出されている。イデガールは、オランダのイデムラ近郊にあるスタイダフビン、データン湿地で発見された湿地遺体である。発見日は1897年5月12日で、発見時の保存状態が極めて良好であったことで、知られるが、その後当局関係者に切り売りされるなどし、 半月後には深刻な損傷を受けた状態になった。意外の葉や髪の大部分は村人によって頭骨から引き抜かれた。データン切り出しの用具によっても大きく損傷したと報告されている。イデガールの意外炭素14による年代測定では、イデガールは紀元前54年から紀元5 2 8年の間に16歳前後で死亡したものであろうことが示された。 彼女は長く赤みがかった金髪であり、当初片方の側頭部の頭髪が死亡前に反り落とされたと推定されていた。しかしビンデビーアイに関する近年の研究に基づけば、湿地遺体の頭髪が反り落とされていたように見える。現象は、単に頭部の片側だけが、比較的長期にわたり、酸素にさらされたことによって引き起こされているものである。またスキャニングにより彼女は、脊椎側、 腕章をわずらっていたことが明らかになった。身長は137センチメートルであり、16歳女性としては比較的低身長である。発見時の意外は、スプラング技法で編まれた羊毛のケープと羊毛の帯をまとっており、これらは首に巻きつけられていたため、彼女は処刑されたか、生贄ににされたものと推測される。鎖骨付近には刺し傷も見られるが、 これが致命傷であったかは断定されていない。彼女の意外は、ドイツで発見された、類似の湿地遺体であるカイハウゼンボーイの左手に、防御を試みてついたと推定される切り傷があるのと、異なり、残されている、手腕部に防御層が見られないため、意識不明の状態下で死亡したと考えられている。多くの湿地遺体と同様、皮膚や顔つき部分は、 湿地の水分に含まれるタンニン酸の効果によって保存されている。イデガールが発掘された際、採掘者が誤って頭部を損傷させた。今日損なわれず残存しているのは彼女の頭部、頭部、右手、両足のみである。それ以外の部位はもともと保存されていなかったか、データン切り出しの作業によって損なわれた。イデガールは博物館に展示されたが、 詳細な調査は1992年まで実施されていなかった。マンチェスター大学のリチャード・ニーブが、イデガールの頭部の CT スキャンを行い、解剖学、歴史学の両面から彼女の年齢を推定した。ニーブが、形成外科学や犯罪病理学の技術を用いて、彼女の復眼を行ったことで、イデガールの存在は、世界的に知られるようになった。ただし、 意外の状態の問題があり、この復元は少なからず推測に基づく部分を含んでいる。イデガール及びその復元像は、アッセンのドレンツ博物館に展示されている。イデガールは、ニューフェイセンマンやウェールリンゲメンと共に、2000年代、初めから半ばにかけて、世界中の博物館で展示された。彼女の死因がショッキングなものであるということから、カナダ国内の数カ所で、 展示のための移動を妨害する動きもあった。ありがとうございます。